上野拓樹は日本のアイスホッケー選手。ポジションはフォワード。坂井大輔と共に長野県出身者として初のアジアリーグプレイヤーである。長野県長野市出身。長野ウィングス長野市立最良中学釧路緑ヶ丘高校を経て、早稲田大学進学後の2005 06シーズンにアイスホッケー日本代表に初選出される。2009年に 大学卒業した後は、アジアリーグアイスホッケーの西部、プリンスラビッツへの入団が内定していたが、同チームは2008から09シーズン限りで、解散してしまったため、アジアリーグの韓国所在チーム、ハイ1に加入した。2シーズン目のアジアリーグ2010の11シーズンは、レギュラーリーグ得点ランキングで、リーグ3位の23得点をマーク。2011年オフ。 日光アイスバックスに移籍。2011から12シーズンは、レギュラーリーグで64ポイントを記録して、ポイントランキング3位。プレーオフでもランク2位の10ポイントを記録して、アイスバックス初の準優勝に貢献。2014から15シーズンの第82回全日本アイスホッケー選手権大会では、アイスバックスの優勝に貢献して、MVP を受賞した。 決勝の東北フリーブレイズ戦の試合残り17秒に同点ゴールを決めるなど4得点を記録している。アジアリーグ2014の15シーズンにおいては最多得点、最多ポイント、ベスト6を受賞した。2015から16シーズンからは高校時代を過ごした釧路の日本選手クレインズに移籍。同年の第83回全日本アイスホッケー選手権大会で クレインズ優勝に貢献。上野自身も前年に引き続き2年連続大会 MVP を受賞した。ありがとうございます。